さあここからは敗者復活戦4試合が行われます。タティエ VS リスペ。さあ両者ともに実力者ですが、惜しくも敗れてしまった前回準優勝のリスペ、そして準優勝2回のタティエ。さあいずれも成績最高準優勝ということで実力者でありますが、さあここは、はい、どちらも同じペースで抜けていった。さあここも同じ、さあサークルスライダーで先ほどから名盤が分かれる試合がありますが、ここ両者同じ、全く同じ速さ。さあちょっとリスペ入りで苦戦した。あーっと竹江貫圧板踏めていない。リスペが綱を掴んで落ちた。竹江一歩遅れた。リスペ敗者復活、まず1個突破してまいりました。竹江残念ながら敗者復活、ここも負けて決勝トーナメント進出の可能性がなくなりました。さあまずここ両者早かった、非常にハイレベルな戦いを見せてくれました。両者の戦い、この動く橋、2人同じ部位、全く同じペース。そしてこのサークルスライダーも一瞬で2人くぐっていった。しかしここで明暗が分かれるか。ここでちょっとつまずいたリスペ。さあここで登れていたら竹江勝利が固かったですが、ここ貫圧板踏めていないというまさかの想定外のアクシデント。リスペがここは一足早くボタンを押しました。竹江遅れて、やっと一歩届きませんでした。リスペが敗者復活戦の1回戦突破。竹江残念ながら決勝トーナメント進出の可能性なくなってしまいました。